空っている意味あるのかな。行ってきます。いい天気。いつもありがとう。美味しいけど、こんなに頑張らなくていいのに。重たいよ。今日の担当も年下か。うん、大丈夫。気合と根性と愛嬌で。うん、愛嬌なんてもうないか。東京に空がないって本当だな。私の本当の空。どこにあるんだろう。ただのおばさん。よく見える僕のこの目はもう暗い。深い夜の中もよく見えるんだ。近すぎればこの目はもう何も見えなくなってしまう。空がいなければもっとママは自由になれるのに。今日、会社辞めてきた。え？
空も学校やめなさい。全部捨ててやり直そう。中卒になっちゃうよ。それでもいいじゃない。そんな勝手だよ。空も私もこれまでたくさん頑張ってきたんだから、少し休もう。よし、そしたら早速荷物まとめよう。え、どうして？これから山梨のおばあちゃん家で暮らすから。山梨？ねえ、山梨ってどういうこと？おばあちゃん家、今空き家だからそこでこれから暮らすの。ちょっとだけ？ううん、これからずっと。それは嫌だよ。どうして？ネットもないし。そんな卑怯じゃないよ。テレビだって見れないし。ケーブルテレビで NHK からテレ東、MX から TBK まで見られるよ。買い物はどうするの？ ZOZO も Amazon も来てくれるよ。じゃあコンビニは？そら、今まで買い物もほとんど行ってなかったじゃない。散々引きこもっておいて今さら何言ってんの。でも山梨で暮らすのは嫌。行ってみて決めればいいじゃん。嫌だったらここに戻ってくればいいし。ね。うん。本当に学校辞めちゃったんだね。そうだね。空の肩書きってなんだろう。なんだろうね。私の肩書きもなくなっちゃった。そうだったね。なんか怖いね。ほんと、怖いね。東京にも空があったんだね。そうだね。今まで気がつかなかったね。山梨の空も綺麗なんだろうな。そうだよ。行こう。うん。